皆さん、こんにちは。信長の野望、新生、パワーアップキットの15回目の放送となります。今回の放送では、伊達領である寺井家城を攻略しようと思います。いろいろとレベルの低い動画ではありますが、一生懸命プレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第15夜、開幕です。本編が始まる前に、彼らのトークをお楽しみください。わしの名前は大浦為信。六つ津軽の大名であり、本作の主人公である。今後の方針などを決めるため、作戦会議でみんなに集まってもらった。みんな、よろしく頼むぞ。前回、敵が留守の間に、明星を奪取することに成功しました。今後、今のような作戦は大事になってくるはずです。敵からどんなそしりを受けようとも、大浦家の天下野望のため、戦っていきましょう。南欧州を平定するため、どんな手段であろうとも、突き進むのみよ。さて、今回の目標は伊達領の寺井家城とする、攻略するにあたり、情報確認するとしようか。は、すでに早道の者から報告が届いております。では安成、殿に説明を頼むぞ。では、寺井家城の調査結果について報告します。まずは兵力と耐久についてです。最大兵力は約8000、耐久は3000。前回攻略時よりも、兵力は多い状態ですな。攻城戦となるとすれば、少なくとも3万5000以上の兵力を動員する必要があるな。軍師よ、今動員できる最大兵力はいくらだろうか？蝦夷を除く、最大兵力は約4万。寺井家城を攻めるとすれば、総動員で攻める必要があるかと。続いて武将の情報です。寺井家城の城主は伊達重真。戦慣れした強敵です。特に武力は戸沢森康を超えており、注意が必要かと。さらに、徳勢は一番槍とのこと。一番槍になった際、攻撃力が上昇する厄介な代物です。戦う際は十分に注意が必要です。最後に周辺勢力の状態について、米沢城を失った伊達は風前の灯火。逆に上杉と北条は勢いがある状態です。上杉と北条が争っている間に、寺井家城を奪取する必要がありますな。今、上杉と戦うのは得策ではありませぬ。なるほど。情報提供、大義であった。今回、上杉と北条が戦をしている間を見計らって、寺井家城に進軍する方針とする。かいよ。わしらを動かす役目だ。好機を見計らって、寺井家城へ進軍するのだ。いいな。ほい、ベストを尽くします。必ずや大浦家を勝利させます。よし、それでは作戦会議は終了とする。おのおの、役割を果たすように。それでは、解散。そういえば、今上杉と北条は戦のただ中。カイ殿、もしかして今攻めるおつもりか？実は、そのつもりです。なんとか勝利させますので、どうか許してください。なるほど、良き考えです。カイ殿、期待していますぞ。それでは、本編開始しましょうか。こんにちは。やっていこうかなと思います。今日はね、ここ、寺井家城、ここを狙っていこうかなと思います。でもね、ここを落とすためにはね、津軽家全軍で向かわなきゃいけないことになってしまうんで、上杉に狙われないように慎重に進んでいけたらなと思います。と言っても今、上杉は北条と戦ってるから、今がチャンスなんだよな。じゃあ、早速だけど。やっていこうかな。というわけで、進軍準備だ。いかがですかな。おお、頼む。必ず成し遂げます。オッケー。じゃあ早速寺井家城を狙っていこうかなと思います。城に舞い戻るぞ。120日の人たちはいいや。みんな帰るとしよう。うん、こんな感じでいいかな。じゃあ津軽からも援軍来るのが大変だな。でもまあやっていくしかないね。
行こう。遅れてはならぬ。さあ出発進行ですね。OK。どんどん内政やっていこうか。内政も大事、しっかりやっていきましょう。吉報をお待ちあれ。行くよ。なんとしてでも落とすんだ、寺池城。そうすれば岐阜城だ、岐阜城だけいないからね。あ、いいよいいよ。馬牧場。え、城主になりたいの？それは厳しいよ。オーライヌさんが城主を務めているし無理だよ。いや諦めよう。ごめんね、仕方がない。さあ行こう。素晴らしい。ナイス。いえ、今はいいかな。気に行こうか。おお、武勇がすごい。お使いいたします。どうもどうも、ありがとう。大浦為信隊が来なければちょっと話にならない。 OK。 大浦為信隊が来たら攻城戦開始としようか。それまではみんな待機。え、どこだ。あ、よかったよかったよかった。こうだ。城攻めはよくする。牧場だな。始めようぞ。権限いたしたし。さあ行こう。ゲッ、これで勝てるかな。総指揮がたったの220か、勝てるかな。はいよ。行こうか。早めに決着つけないと大変なことになる。多少するまでもなく勝ってみせましょう。あれ、本当だ、指揮が低すぎる。なんで。ここ狙ってもらおうかな。多分兵糧が少なくなっているのが要因かと思う。包囲するのに時間かけすぎちゃったよ。もう何やってんの。とりあえず時間の関係上ハイライトでお楽しみください。果たして勝てるのかな。あと少しで落とせる。そしたら生き返る一気に。ちょっと指揮が大変なことになってる。ダメだよダメだよ。本当に大丈夫かい。どうしようどうしよう、やばいよやばいよ。ナイス。よし、生き返った。よし、いいぞ。綱渡り状態だ。これは面白くなってきたぞ。交代だね、柿崎隊長。我が策あらば負ける。皆も力を振るうのだ。よし、いいぞ。力の差はありません。マジか。何ですと。我が先方の切れ味、その身で確かめよ。オッケーオッケー、いいよいいよ。わあ、そんな。ありえぬ。沼田さん、ごめんなさい。よし。力の差はありません。その勢いでここだ。打ちかかるぞ。敵勢打ち破ったり蹴散らしてくれる。次はどのように。砕け散れ。万歳。よし、万歳、いいぞ。我が軍略もったいほっといて、今こそ披露してくれようぞ。こっち行こう。先へと向かうぞ。
伊達重がね、本丸にずっといるね。おかげで、思ったより戦力削られなくて済んだよ。よし、一気になだれ込め。はいで、ためのも回復したし、はいどう。全軍突撃じゃー。敵の部隊を押さえてくれ。これでよほどのことがない限り勝ったと思う。でも綱渡り状態だったね。次からは気をつけるんだよ。うん、気をつけるよ。皆さん本当に下手ですみません。ありまーすな。よくと見るが良いわ。により勝機を見出す時。あと少し、あと少しだ。我が武略を。よっしゃー、完全の敵を打ち払わん。よかった。うっほほーい、勝ったぞー。次も我が策にて勝ってみせましょう。大変だった。2万円、2万人も減少しちゃったな。心象だったよ、危なかったよ。オッケー、勝った。我らが勝ちを大いに掲げよう。まさか城を攻め落としましたぞ。オッケー。敵将、我が手に落ちた。お断りだ。ダメだったか。礼を申す。帰りましょう、みんなで。これ、これ、あんたも帰ろうぜ。ご命令はいかん。おお、普通だね。秘伝にわしを扱えますか。扱ってみせるさ。どうした。あ、教育してくれるって。やったやった。そうだな、じゃあ前線上げちゃうか。ここにしようか。あと金銭を少々。ありがたき幸せ。さ、入りましょうか。で、この手台形状誰で入れるかだよな。誰で入れようかな。犯さないさんにするか。かたじけない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 。武勇に優れた人いねえか。まあこの人でいるか。どうかお任せを。で、商人町やり抜いてみせまする。オッケー。というわけで、今回は寺池城を無事取ることができました。次回は理不城を取ろうかなと思います。理不城はまだ1万人以上いるね。じゃあ隙、また上杉の隙を狙って攻めていこうかななんて思ってます。それでは今日はここで終わりたいと思います。失礼します。というわけで、今回はここまでだよ。このコーナー、自由にお話しする時間です。ごゆっくりお楽しみください。それでは、スタート。なんとか寺池城を制圧できましたね。でも、あと少しで負けそうだったので、ハラハラして見ていました。兵糧が少ないと、士気も低下するのかな？ともかく、次回は同じ失敗しないように注意しないとね。みんな、本当にごめんよ。次は兵糧を気にしながら、頑張っていくからね。そうだね。頑張っていこうか、ほれ。
頑張ったご褒美にアメちゃんあげる。うっほほーい、アメちゃんだー。うまい、うまいの。話を変えます。伊達家がすっかり没落してしまいましたね。なんか、少し寂しいです。関東にも領地はあるみたいだけど、北条にすぐに取られるのは必至。実質、陸上を取れば伊達は滅亡だね。ということは、次回は陸上攻略ってところかな。さっさと城を落として、伊達家を吸収しよう。それでは、今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。また会いましょう、じゃあねー。